次にインパクトの時のイメージについてですイインパクトの時の時メージは体が回転して戻ってきてそして反対向きになっていくっていう動作の中にクラブが一緒に動いていることで体の正面で動いていてしっかりと当たるというようなイメージであっているのですがなんとなく皆さん体の前をクラブ自体がこのように横切るような動作で打ってしまっている場合が多いです。 でその時に体の回転で打っている場合であっても手で打ってしまっている場合であってもなんとなく自分のイメージではこの体の正面で打たなければいけないボールの方に向いている状態で打たなきゃいけないと思ってしまっているとなんとなくインパクトのの瞬間の時間時がが長くなってしまう人が多いですインパクトというのは体が通過していきますので体の回転がこのようにすぐに回っていって。 インパクトを通過するので自分でこの位置を作って止めるような動作をしてこのインパクトの時間を長くしてしまおうとすると体と腕のタイミングがずれやすくなってしまいますのでまず大事なことはインパクトは体がしっかりと回転して止まらないということが大事になりますだいたい腕と体の動きがずれている人っていうのはどこかで一回体を止めてそのインパクトの瞬間を自分で を作っててから手で合わせていたり逆に回りきってしまって止まって打っていたりっていうような打ち方になってしまいますのでまず考え方としてはインパクトの付近は体がこのように回り続けていることでインパクトしているというようなイメージが必要になります。体体が回り続けけけてていいいるとに打たななればいけないので体と同調して このようにスイングが完了していないとスムーズにインパクトを迎えることができませんので同調が大切っていうことで揃えていく必要があります。ですのでインパクトのところはこのように静止しないで回転が始まったらしっかりと回転をしていくっていうことが大事です。でそのためには早く回ってしまうと腕と追っかけっこになってしまいますのでこちらの向きをしっかりとっていただければ戻ってくる間に腕も一緒に 戻ってきてきくれますので大事なインパクトの時にしっかりと腰が回ってくれるというような状態になりますので注意して練習してみてください。